て、キスしてよ、僕にキスしてよ。気持ち悪いだろお前。お前が言ったんじゃねえかよ。言ってねえよ。オブシさんの時のパターンでなんで俺なんだよ。お前が気持ち悪いんじゃねえかよ。これが気持ち悪いね。でもそんなに違和感なかったそんなに違和感ないよ、うん首相と番記者、まずはこんな会話が、はい、君らはいつもそこに立っているのか。時々座ったりすることもあります。そこの絨毯にはダニとかシラミがいるらしいよ。座ったことないからわからないけど、国会の赤絨毯にはいるらしいぞ。何の会話してんでしょうかね。ダニとかシラミっていうのがいわゆる何かの比喩なのかもしれないですね。それで何かを表してるわけ。そうそうそう、国会の赤絨毯にはダニやシラミがいるらしいぞっていうのは、実は悪い政治家とか。そうそうそう、っていうこと。そう、そういうのだから座らない方がいいぞみたいなさ、そういうのを案に言ってたとしたら、小渕さんはちょっとていうか番記者が深読みしてそう言ったのかも。小渕さんはただ単に本当に情報として普通にしてるだけなんだ。番記者、おこれは、うん、なんつって口チャックみたいなことやったの。太田さん最近口チャック好きですよね。ああ、ねえ、まったか、ね、口チャックみたいな。ああ、そういう裏が最近これどうなんつってね。これ何、これ映画ですけどね。ああ、最近これどう、映画どうってどういう意味。映画業界はどうなのっていうことでね。ああ、最近こっちの方はどうなのっていうことでね。そんな会話ありますか。そう、そういう会話ね。ああ、もう一個ね、こんなのなんですよ。宇宙飛行士の向井千秋さんと交信した感想はどうですか。元気そうで何よりだ。伸び伸びとしていた。宇宙と交信したのは初めてですか。そうだね。意外と近くで話しているように感じました。ちょっと時間はあったけどな。まあ群馬県と話してるみたいだった。わけわかんねえんだよな。なんだ、どういう意味だ。どっから出てきたんで群馬県と話してる、ね、群馬県と話してるっつうのもすごいですね。これ番組をフォローしてかっこ、群馬県にいる相手かっこね、にいる相手って言うけど、もしかしたら大渕さんは本当に群馬県自体と話してどうやって話すんだ群馬県。番組がこれ深読みして、また深読みして、これはいる、これはちっちゃくみたいなことでやったのかもしれないね。ああ、そういうことなのかな、これでも大渕さんも、あと実は向井千秋さんもいいんだよ、そんなこと細かいこと、両方とも群馬出身っていうのは群馬出身なんでね、だからここで群馬と出てきたんでしょう。実は向井さんも本当に群馬にいたのかもしれない、その時。いや、いないよ。映像としてカプリコン1みたいなのな、映像としては宇宙から残して、本当は群馬のスタジオかなんかで、スタジオで全部繰り広げられてたっていう、そういう案に。いや、案にじゃない、政府の陰謀をこうお前が一番深読みしてんじゃない。人生において天国とも墓場とも言われているのが夫婦生活。今夜は夫婦について考えてみたいと思います。ダンディ松方弘樹が不倫騒動、玉の輿結婚のマリアンが離婚、この秋理想を絵に描いた夫婦に相次いで亀裂が、芸能界を襲った夫婦崩壊の嵐。くしくも来週11月22日は1122でいい夫婦の日。夫婦とは一生連れ添う良き伴侶、軽々しくくっついたり離れたりするもんじゃない。そこで今日はいい夫婦を大検証。はい、といういい夫婦の日って知ってました。知ってましたよ、1月11日もう分かってないね。1月11日ってなんでしょ。1月22日11月11月いい夫婦、そうそうそう、今言ってたそうですね。いくつか上がっております。はい、愛がある、お金に困らない、これ大切ですね。結構ね、お金ないとね、気分的にね、ダメになっちゃうもんですね。ダメになっちゃう、やっぱりね、忍耐強い。これは確かに、これ桂由美さんが言ってましたね。ああ、ブライダルのね、桂由美さん。なんでそんなことしてんの。いや、対談した桂由美さんと話したことあるんですよ。そうですか。ぬいぐるみショーでね。違う、あの人ぬいぐるみじゃねえぞ、あれ。違うんです。違うぞ、あれ。だって脱いでましたよ、いや、脱いでないよ。脱いでな、あのまんま。脱いでたら痩せ細った。違う、桂歌丸みたいな。なんで桂で繋がってんだ、これ。まあこういうのがいろいろ挙げられてるわけですけれども、ただまあちょっとこれは抽象的すぎると、そうですね、もうちょっと具体的に挙げてみたいと。こちら、はい、毎日のセックス、
毎日これはどうなんですか。ねえ、やだ。じゃあまあだって盆と正月。毎日実はそう、お祝い事ですね。毎日これは若い夫婦の新婚とかってことですかね。毎日は無理でしょ。高校生夫婦ならまだしも、ね、毎日でしょ。平気でおならができる。平気でおならができる、うん、人前で旦那の前できます。あ、そう、できない。女の子は恥じらいもの。例えば女の子はしないとして、うん、男がされるの。旦那が平気でおならするの、うん、それは平気だよ。それは OK。あ、じゃあ目の前でうんこされるの。それは問題が、平気でうんこができる。これは親しみやすいです。親しみやすいっていうか、それはそういう趣味の人同士の結婚ではあり得るかもしれないけども、普通はないでしょ。ああ、そうですか、うん、ねえ、口喧嘩しても翌朝おはようと言える。ずっと黙ってたりする時があるんですよね。あ、まあね。あ、これあの喧嘩はどうですか。いや、もう口喧嘩はしょっちゅうですよ。しょっちゅう。え、割とはもうっていうか、なんかやっぱり舞台一緒に出て、受けなかったり、受けないっていうか、特に受けないとこっちはうるさいですよ。結構私芸が自分ができないくせに人に対して、うちのあの演出、蜷川さんですからね。うちの演出なんです。受ける受けない気になる。もうすぐうるさい僕に対して。うるさいんですよ。ハイドラが飛んできますからね。うるさい。本当に蜷川さん。芸にうるさいんですよ。でもパコさんに受けなかったことないでしょ。いや、私は受けないことだけですから。受けないことあるじゃん。100年受けなくても。そうなんですね。パコさんは絶対受けますからね。受けますよね。人前ではだけど、割とね、一対一になると詰まる時笑いませんや。あ、笑わない。笑わなくはないですよ。結構シビアです。結構面白いから。これがね、でもあのミス赤羽なんですよ。ミス赤羽すごくマニアックじゃないですか。赤羽したらね、大きな駅ですよ。ミス東京とかミス日本とかさ。いや、ちょっと言ったら関西の爆笑娘ですよ。挨拶がありです。お、いい。何、どっちなんだよ。いい、いいんだ。したい。挨拶代わりのフェラってのはどうですか。挨拶代わり。今何人かね、いいって言うとこだ。いや、それはね、あの、いろいろテレビ映ってますからね。思わず喉が詰まっちゃった人がいました。思い出した。演芸作用があって。理想の夫婦像、小泉京子さん。ねえ、永瀬くんって呼んでるんですよね、確かね。あ、そうなんだ、知らない。永瀬くんってだって別に自分も永瀬くんでしょ。そうなんですよ。え、うん、だって永瀬京子なわけでしょ。まあ結婚したからね。そうですけどね。安室ちゃんとサム。あ、サムさんね。うん、これなんて呼びやってるんでしょうかね。ほら、安室ちゃんっつってのがね。安室ちゃん、みんなほだろ。波平、波平、波平、安室、波平ね。波平とは、小室ファミリーとか言ってるのかね。小室ファミリーの人、自分たち、自分たち、俺たち小室ファミリーってやってるのかね。掛け軸に書いてあるらしいですけどね。何が、小室ファン絶対書かねえんだ。えなわけねえじゃん。まあ、こう理想の夫婦って言ってますけどね、本当の意味ではベストな理想の夫婦がね、こちらになってます。あ、はい、これ、あ、これ向井さんがあの宇宙で捕まえた宇宙人。違う、旦那さん。旦那さん、向井真紀夫さん。向井真紀夫、はい、旦那さんですよ。そうですね。あ、この人ですね。ねえ、ねえ、こう髪型、何を企んでるのかって感じしますね。これ理想ですよね。今一番旬というか。確かにね。で、あのいろいろね、あの本当は宇宙行ってほしくない、危ないからやっぱ心配だみたいなこととかね、言ってらっしゃいますよね。これね、帰ってきた日とかはやっぱ燃えるんでしょうね。またそういう想像して、そういう想像ばっかりね、本当に。やっぱ重力が。なんつうんですか、帰ってきたらそれこそそういうの慣れるの大変でしょ。大変でしょ。それどころじゃない。だから余計な、だから、あの余計こうずっしり感じる。どうなんですかね、その辺は。それは分かんないね。どうなんだろうね。ね、うん、まあ最初に無重力でやっぱそういう実験とかもいずれね、そういうのは多分あるでしょうね。無重力今までないのかな。ないでしょ。ほら、ソ連のミールとか女性宇宙飛行士とかずっとねえ、だからこれはもしかしたら極秘でやってる可能性はあるでしょ。やっぱ当然ね、宇宙出産とかね。そうだよ。
宇宙人だよな、その宇宙人ですよ、それ宇宙で生まれたんだ。国籍宇宙、国籍は宇宙ですよ。すごいよね、宇宙の一丁目みたいなことでやっていくわけっていうかね。ねえ、やっぱりあれですかね、こういう人たちってあの特殊だから、それでもやっぱりこうセックスってのは向かい合ってやるんですか。向かい合って、いいね。何が来るかなと今思ったそこで来たよ。特殊だから向かい合ってやる。ニュースザフラッシュ、全国各地から今週はこんな話題を集めてみました。まずはこちらです。福岡県の中学で修学旅行のビデオが放映され、恥ずかしくて見たくないと一部の生徒が早退していたことが分かりました。このビデオには男子生徒の入浴シーンも含まれていて、事前に生徒たちが放映を中止するように訴えていました。これに対し学校側は配慮が足りなかったと言っているそうです。これが相当際どいビデオらしいんです。そんなだって学校の修学旅行先生だったんでしょ。ビデリンに引っかかったらしいんです。最初からビデリンとか関係ねえだろ。モザイクとかやっぱ入んないわけでしょ。モザイク入んない。あのね、モザイク入れてたらそれはそれで問題だと思う。結構モザイク入れろっていう意見あったらしいですよ。いや、ないと思うよ。ガリ弁タイプのやつが、モザイク入れてください。モザイク入れてくださいよ。やっぱり年頃ですから意識は過剰にしちゃうんです。恥ずかしいもん。私ね、一回修学旅行でね、パンツね、なくなっちゃったことあるんですよ。私ね、一回修学旅行でね、パンツね、なくなっちゃったことあるんですよ。あ、よくいるよね。脱いで、お風呂場で脱いで、お風呂で、で、パンツなくなっちゃう。みんな、男子も女子も、あの時間ずらして入る。はいはいはい、いっぱいいるからね。パンツ探して、みんな出てっちゃって、僕一人だけパンツずっと探して、ないんです。で、どうしようっつって、したらもう、並んでるわけですよ。次のクラスとか大浴場の前に女子がずらーっとこういう感じで並んでるわけです。しかも女の子ってこうやって固まると、ほら、なんかすごいな、すごい、なんて言うやる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 、ね、それで僕は気は小さかったし、その女の子に噂になってるわけですよ。誰かのことパンツなくなっちゃったらしいよ。最悪だな、それ。それを並んでる前をね、もう結局見つからないまんまね、あのズボンだけ履いてね、ノーパンで履いて、そうそうと、もうバレてるわけですよ。あんなんかパンツ履いてない。それでこんなのって歩っていくのはね、ものすごい恥ずかしかった。それで結局その日パンツ見つからなくて、私パンツ1枚しか持ってかなかったから、それも問題。ずっとノーパンでいたわけですよ。で、そうしたらね、あくる日の修学旅行でしょ。修学旅行ですよ。パンツ1枚しか持ってかないの。え、やっぱりあのその学問のね、最後の修学旅行関係ねえや。パンツ何枚持ってたって言うんだろ。だって2泊3日とかそれぐらい、それ勝負パンツだったんです。いや、勝負パンツだったらなくすな。しかも何のための勝負、どこで勝負してたんだ。そうなんだ。それがね、さあ来る日みんなで一斉にご飯食べるでしょ、あの食堂で、はいはいはい、集まってね。そしたらその時先生がね、昨日あの風呂場でパンツを落とした者がいる。みんなの前で、俺飯食いながらずっと下向いて、俺パンツだ、俺のパンツだ、どう見ても俺の勝負パンツなんだけど、もうこれ出てくるの恥ずかしいから、ずっと黙ってずっと黙ってやり過ごそうと思ってたね。周りはもう気づいてるわけで、お前行けって言ってね、いや俺んじゃねえってずっと黙ってた。そしたら先生がね、お、名前が書いてある3年9組太田お前だっつってね、言われてね。これは恥ずかしいな。すごい恥ずかしかったですよ。パンツなくしたのお前かったら、はい、またかいっつって、またかい、また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 ね。あーこさん、少しは見習いなさい。師匠、本当になんで息を飲むの。そう、息をだ、いいのね、あの息を飲んだ。何を言ったか分かんなくても、ここがきっとギャグなんだな、オチなんだなと思ったら、うわはい、次はこちらです。兵庫県宝塚市の寺に銃を持った自衛隊員が入り込む騒ぎがありました。自衛隊の候補によりますと、お寺に迷い込んだ隊員はレンジャー訓練中で銃に弾は入っていなかったそうです。こんなとこでお寺に迷い込んじゃうような自衛隊っていうのは使えないなって感じ。まあまあね、まあね、でもあの実際実際裏山の方からね、あのこうなんかこう山伝いに入ってしちゃったらしいんですけどもね。実戦では役に立たなさそうですよね。まあね、自衛隊迷ってほしくないですよね、自衛隊の人たちね。寺に迷い込んじゃって、中に帰ってこなくなっちゃったやついるらしいんですけど、ね、いないよ。しばらくしたらオウム乗せて帰ってきたって。
坊主になって水嶋、ビルマの盾ごと、盾ごと引きながら、盾ごと引きながら、してたらしい、それはないですけど、一緒に日本へ帰ろうっつったらしいんですけどね。いやもう自分家の庭にいきなりこういう格好した人が銃持ってたら怖いよね。俺は革命かなんか起きたんじゃないかって思うよね。思いますよ。もう住職さんも驚いたでしょうね。ねえ、まあ銃だけに無鉄砲な方です。続いてはこちらです。スペインの首都マドリードの通りを2000匹の羊が占拠しました。これは24年前に廃止された家畜移動の道を復活させようというキャンペーンとして行われたもので、環境保護団体が資金を提供しました。この団体は21世紀までに家畜の道10本の復活を目標にしているそうです。これやってみんな不眠症が治ったらしいんです。治るの？みんな数えてるの？すごいんです。羊が1匹、羊が1匹、2000匹まで数えるんですからね。すごいですよ。ほらもう走って走って、あれほらペタ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 じゃねえよ。あのペタこれペタペタ。大学教授だと偽って無銭宿泊を繰り返し、日本全国を旅していた男が大分県で逮捕されました。この男の無銭宿泊は4ヶ月で40都府県70件にもわたり、その被害総額は230万円に上ります。警察の取り調べに男は全国の名物料理を食べたかったと供述しているそうです。これ向井さんの旦那じゃないですか。なんでかよ。いや、偽じゃないんだよ。本物あの人は。あ、そうなんですか。しかもなんで神さんが宇宙行ってる間に無銭飲食やってんの。グルメ。グルメじゃねえだろ。名物料理食べたくて。そんな金ぐらい持ってるよ、大体。あ、そうですか。教授に見えなきゃダメだよね。教授に見えなきゃダメですよね。それぐらいの風貌はあったんでしょうね、これね。それは白衣着てたらしいです。いや、ベタベタでしょ、それは。で、料理を運んでくるとグラッチェって言ったらしい。それはもう一つニュースがあります。こちらをご覧ください。先日爆笑問題田中君が特別賞を受賞しました鹿児島県種子島辛いもイメージキャラクターの受賞式が行われました。式には代わってスタッフが出席しました。もらってますね。また当日同時開催されました辛いも掘りや芋らみこしにも参加、種子島の方々との交流も深めました。ちなみに芋らの子供たちの人気は今一つだった。別に言わなくたっていいじゃん。別にさ、あ、でもちゃんとキャラクターになってるじゃないですか。ねえ、お、嬉しいな。芋ら、芋ら、ねえ、ありがとうございます。あのね、ちょ、当日は行けないでお手紙だけで勘弁させていただきましたけどね。種子島の皆さんどうもありがとうございました。ここにね、表彰状もいただきました。あ、すごいじゃないですか。はい、初めてじゃないですか、こんな賞状もらうの。あの高校の時にね、あのミスターリブさんに選ばれてね。初めてだって言えないじゃねえかよお前。あの高校の時にね、あの学校のミスターに選ばれたことがあるんですよ。あれ、ミミズミミズミミズ。あ、あ、これか。え、ほんとだ。あ、すごいキャラクターなんです。すごくない？イモラ登場。あ、やったよこれ。なんで、これは僕がね、デザインした。あれがデザインした。あ、ほんとだ。そうなんですよ、僕がこれデザインしたら。かわいいね。ね、これあのお宅は合いそうですね、色合いがね。ね、すごく違和感があるね。ね、色が、ペーパーさんの間に置いたらいいんじゃないですか。いいかもわかんないですね。その間に、じゃあ芋ら。この間に、まあいいですね。芋だ。ありがとう。ああ、いい。なんかね、ピンクで。すごい似合う。なんかすごく立派に作ってもらって。いいスリーショットですよね。二人の子供みたいです。大募集。あなたの周りの身近な話題で爆笑問題をノックダウン。応募者の中から抽選で番組特製3点セットをプレゼント。カムカムエブリスイング。そう、ミッキーマウスは頂点に立っていなければならない。今日のテーマはみんなが大好きなミッキーマウス。11月18日はミッキーマウスの誕生日だそうです。
なんとミッキーマウスは今年で70歳になるんだそうです。僕らのクラスのリーダーはミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーマウス歌ね。子供の頃この歌を聞くとちょっと違和感を感じました、うん、なんでクラスのリーダーなの確かにミッキーマウスは大好きだけど友達でも仲間でもなくてなんでクラスのリーダーでなければならないじじいじゃねえ。そんなことは考えたこともなかったので子供の頃はとても不思議に思いました、考えてみれば私が生まれて初めて感じたアメリカというのはミッキーマウスだったかもしれません。この歌も踊りもスポーツも全てに万能なアイドルを通じてアメリカという国に親しみや憧れを持っていったそんな気がしてます、このミッキーマウスをとアメリカという国をダブらせて考えていった人も多いんじゃないでしょうか。もしこのミッキーマウスというキャラクターがなかったらアメリカという国に対するイメージはちょっと変わっていったそんな気がします。もしかしたらアメリカはそんな風にしてミッキーマウスを通じて世界に進出していったのではないか、世界中を洗脳していったのではないか。そんな怖いこと考えてるの？そう思った時にあの歌詞の意味が分かるような気がするんです。僕らのクラスのリーダー、そうミッキーマウスは頂点に立っていなければならない、友達でも仲間でもあってはいけない、常にリーダーでなければならない。この場合のリーダーというのは赤信号のリーダーとは違う、分かる分かる、世界のリーダーという意味です。ディズニーランドのエレクトリカルパレードの中でシンデレラや白雪姫やピノキオといった全てのキャラクターの頂点に立って踊ってるミッキーマウスを見た時に何かそこに恐ろしいようなものを感じるのは私だけでしょう。お前だけ、絶対お前だけ考えてみればアメリカが生んだヒーローというのはみんなどこかミッキーマウス的な要素を持っているような気がします。クリントン大統領にしてもケネディにしてもボブ・ホープにしてもフランク・シナトラにしてもマイケル・ジャクソンにしてもどっかみんなミッキーマウス的な要素を持ってるんじゃないでしょうか。あのマグワイアにすらそういう一面を感じるのは私だけなんです。お前だけだなマグワイア違うな。ちなみに日本人でミッキーマウス的な人といってなぜか私の頭の中に思い浮かぶのは相良直美さんです。ドナルドダックは水前寺清子さん。以上コラムでした。2人で部屋の中に入れるって最高だろ。なんでピーシュ持ってる、はい